さて明日からプロバスケットボール B2 昇格をかけた試合に香川ファイブアローズが挑みます。そこでパーク KSB アプリでは皆さんに B リーグの試合を見に行ったことがあるかを聞いてみました。回答していただいた400人のうちファイブアローズの試合に行ったと答えた方が29人、そしてトライフープ岡山の試合に行ったと答えた方が18人、見に行ったことがないと答えた方が351人となりました。岡山香川スポーツチーム多いですからね。忙しいですよね。両チームへの応援メッセージも募集しました。こちらですね、ぜひ B2 その後 B1 へと上り詰め香川県をバスケットボールの熱い街に変えてくださいという声や、渡辺優斗選手加入してくれませんかね。いやこれはねみんな思ってると思います。あとですね、いつの日か B1 の舞台でトライフープとファイブアローズの瀬戸大橋ダービーをしようなどのメッセージも寄せられました。